作为开春第一档刷爆社交网络的日剧，《Unnatural》可不只是赢在法医破案的悬疑噱头上，除了用非正常死亡来展现活生生的日常人情外，他还贡献了一个更走心的石原里美。髪の毛切りました。長さをさっぱりと。髪の毛が長いと女っぽくなっちゃうなと思って、なんかユニークセックスにしたくて。没有华丽的妆容，也没有可以随时被街拍的时尚造型，有的只是1500具遗体的解剖记录和坚韧独立的处事风格。女性がどんな服を着ていようが、お酒を飲んで酔っ払っていようが、好きにしていい理由にはなりません。合意のない性行為は犯罪です。这个曾经凭借颜值逆袭的姑娘，在进入30岁后，又成功的从精神上征服了我们。她一次次的成功转型，都代表着女性自我意识的胜利。作为演员，石原里美的起点不算低。15岁参加日本演艺圈龙门 HOLYPRO 的新人选拔赛，就打败32000人，拿下完美少女奖，成功出道。第二年，她就在《晴朗家族》《我的爷爷》的影视剧里当上了主演。虽然石原本人很努力，石原さとみになってから1週間以上オフをもらったことがなかったので、但她稚嫩的娃娃脸和招牌厚唇，在当时没有很讨喜，服装造型也很普通。再加上过于正面的角色设定，石原始终没有火起来，人生低谷也接踵而至。23歳までレギュラーのアイドル雑誌、明星からウィンクアップとか近代とか、それが23歳で一気に全部なくなったんです。あとラジオを5年間パーソナリティを務めたんですね。すごい落ち込みましたね。そこからもうなんか毎日泣くようになっちゃったりとかもして。新来的经纪人建议他休假一段时间。于是石原一个人去了纽约，这段旅程彻底改变了他。离开了每天需要照顾别人需求的环境，他突然有了大把的选择，吃什么、穿什么、做什么都由自己决定。今まではプロの皆さんに囲まれてたので、お仕事もマネージャーさんが選んでくださって、セリフもやっぱり書かれてるものを読んでて、今までしたことがなくて、そこから本当に毎日が楽しいです。私そのニューヨークに一生住みたいと思ったんですね。回国後他变得积极主动，学着打造属于自己的妆容。いろんな色を絵の具みたいに合わせて自分の世界一つだけの色を作って試してみたりとか、開脚しながら試しては、この子こういう子だからとか、これ使いやすいとか。夜どんどん濃くなってくる。在校对女孩和野月子中，还参与了角色的形象设计。スタイリングはスタイリストさんと、あと髪の毛はヘアさんと一緒に考えて、でメイクは自分でやってるので。同时，她也开始主动选择剧本，为了拓宽自己的戏路，去法国学习默剧，大胆尝试不同的风格。ちょっと待って、いやいや、こうなったら確実に結婚じゃ。ってこと寺の嫁。这些努力都有了肉眼可见的回报。シェービングやってるんですけど、この眉毛にしてくださいって言われるのが一番多い。どっちかというと石原さといもみたいな。女優としての役作り、テクニックしかり、表現の幅、美しさ、すべてが輝いてました。现在的石原依然自信地行走在寻找自我的路上。今年他还重回了告别4年的舞台。出演舞台剧《秘密结晶》，对于别人的看法，他也不再敏感。恥をかけること、失敗できることがものすごく楽しいですね。而他获得的掌声也证明了，拥有独立的人格对一个人来说有多重要。